今日はですね、プレイステーション3の、エースコンバットをやってみたいと思いますね。あ、これ入ってるな。エースコンバットをやってみましょう。これね、アサルトホライゾンですね。はい、始めます。Windows でね、トリプルモニターで遊べないかと思って、試してるとこなんですけどね、エースコンバット7。はい。今のところできなかったんですね。で、ゲームの面白さからしたらあんま変わんない。で、3の方が、PlayStation 3の方が面白いかも。こっちの方がね、面白いですよ。実を言うと。はい、エースコンバット。同じエースコンバットですけども、ちょっと古い方ですね。アサルトホライゾン。これです。これを今、起動してます。これもね、久々なのでね、どんな感じなのかな。はい、スタート。前回アパッチヘリかなんかやったかな。で、キャンペーンじゃなくてね、リミッションやってみますかね。で、一瞬。これはマイアミ。アメリカ軍の油田基地。マイアミできますか？これ。ルーキー。F22A。これ新しい戦闘機でいきないところですね。で、これは、フォックス2ですね。を使います。ですよ。こっちのプレイステーション3の方が面白いですよ。実を言うとね。難易度も高いし。難易度が高いのはちょっとたまにいいですね。ちょっと難しい。難しいんですけど。倒した。L1 で減速すればクイズになる。下にいるのか。ターゲットにロックオン。真下だ、真下。リターンソフト。いきなり真下か。テープを飛んでんだな。前回する。回線だ。
タイガーはどこだ。実はこの日は敵は残っちゃいないぜ。ターゲット26。よし、はい、L のサイクルで吹いて、ほら、あ、やだ、後ろに吹いて、注意せよ。武力砲、敵機はこちらに接近中。さあ、ユタの腕ならドッグファイトに持ち込めます。タイガー1、左へ回避、こちらに任せ。マジックから接近、タイガー中隊が炎の出口を防戦中。待ってろ。旋回するね。了解，我先把它。
うわ、早い。動きがすごいな。よし。ダウンタウンが攻撃されている。ボールセッは迎撃に向かえ。了解した。早い。はい、そう。ミッションコンプリート。おお。だいぶ落としたぜ。
以上、フロリダ、マイアミか、マイアミ上空で戦いました。はい、かなり難しいです。プレイステーション3の方が難しいですね。では以上です。